敵は残り1人。言うぐらいまず無駄なんだから、クイズ使ってんじゃねえぞこの。ほかお前。ディフューザーを失った。オーバーライドを起動。ディフューザーを取り戻した。クラスターチャージをセット。ディフューザー作動中。この奥グレネードよ。敵は残り1人。言うぐらいまず無駄くそなんだから、クイズ使ってんじゃねえぞこの。ほかお前。あと15秒。敵部隊排除、ミッション完了だ。来た、まずい。あーねー。やられたわ。おお、なんか綺麗にやられたな。敵のオペレーターは残り1人だ。え？味方に当たった。味方に当たった。爆弾解除を開始した。ディフューザーを守れ。ごめん、転がっていく方向が穴開いてたわ。跳ね返る予定だったのに。ヘルまでブリーチングする。いやこれ大丈夫かな。頑張って。俺のせいだけど。解除わかるよね。あ、うわ、味方。あ、やっちゃったわーい。ごめんなさい。間に合いそうだ。間に合う？多分間に合うかな。よかったー、先輩になるとこだったー。あぶねー、あぶねー。まさかあの下空いてるところ転がって、あのブリッツのとこまでコロ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 ってくるフラグ転がって。そういやこれ爆発のタイミングも変わったんだよね。これ握っててもダメなんだよね。あ、そうだ、投げてから2秒ぐらい一緒。忘れてたわこれ。ずーっと握ってたけど、すぐ爆発しない上にコロコロ転がってどこまで転がるそれ。しかも下空いてるところからあんな転がっていったぞって思ってたら、あそこまで転がっていった。フラグ落ちじゃない。やべえなー。このフラグやべかったなー。これしかもインパクト EMP だったはずだったんだけどな、俺持ってたの確か。俺の記憶が正しければ。びっくりした。ランク先輩かましましたよ。久々にやると先輩かますもんな。だいたいクイックでやらないようなことがランクで起こるんですよね。あ、14キルだよ、あっちの人。やばいよな、あれ。14キルもして負けたらちょっとやだよね。14キルした人を俺フラグで吹っ飛ばしたんだ。すごい。強い人、一番強い人吹っ飛ばした。絶対ダメなやつですね。まあ、あの14キルの人多分今日ね、あの悔しくて眠れないと思うんですよ。味方には吹っ飛ばされ14キルして勝てず。確かに14キルして負けるって、まあ本当に申し訳ない。なんかで動画作ったら謝りたいぐらいですけど、ね、本当に謝ったけど、その人のさ名前は隠したとしてもスコアをそこ残して、この人私前の試合でこうしましたって。そう、誠に申し訳ございませんでしたっていうことなんですけどね、本当に。そう、詫び動画作るしかないですね、その14キルの人に。うん。しかし、次の新しい新オペは、また変わったやつが出るんですね。ど
どんなんなんだろうね。なんかあれでしょ、飛行型ドローンプラスアルファマグナムだけ使っていくみたいなやつでしょ。マグナムだけ使って、なんかやたら貫通力の高いマグナム、どうなるんだろう、どこが嫌、テーマパークが嫌なの、エメラルドの方が嫌だけど。そうですね、俺もどっちかというとそうかな。テーマは別に、なんかそこまでこの中では別にいいと思う。いらさて、晩は何かな。はあ、なるほど。いや、ジャッカル嫌いだけど、誰もいなかったジャッカル。はい。ジャッカル言うと大体いつも殺されるから。何入れんの？みんな入れないんだけど。あ、クラッシュ。あ、フェンリルでもいいですよ。どっちでもいいです。あ、使いこなせないけど、クラッシュ使えるんだ。使おうと思えば、向こうが選ばなければ。ああ、そう。入るね。また、ハイレベルなやつをバーンしますね。ソリスなんて使いこなせんぞ、俺。向こうなんかバーンすごいね。あ、っていうかさっき敵の、味方の人が敵来たよ。そうなんですか。なんか、エヴェンなんちゃらっていう人はちょっとキルしてた人だったよ。あ、思い出した。俺、多分、フラグ、こいつ、あれですね。きっと、復讐に行きますね。さっきフラグ掘ってきた。復讐っていうか、普通に敵だから、まあ、復讐も何もって感じ。絶対あれですよね。ぶち殺してくるやつですよね。なんだろう、これ。俺、何も選ばなかったら、ライオンになるな。割とスルスル、おい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 、怖え。やっちゃった。相手と組んでる。あ、いるわ。カビラ、ここ三万ピン方向だ。あー、ガスタージしよう。どっから撃ったこれ。 あ、そういうことか。バルカメで突き上げショットガン&突き上げニトロ。完全に上からの攻撃を想定されていました。あ、いやー、ごめんよ。仲間、ここ、文字すごいな。これとても俺のランク帯の戦い方じゃねえ、バルキリー。このバルキリーすげえ。バルキリーにみんなやられたんじゃないの。本当に。スコアズってこんなに強かったっけ。え、何。ああ、ショットガンね。あ、ショットガンの名前。ごめん、私ちょっと全然武器の種類知らなくて。あれっすよ、映画のジュラシックパークに出てたショットガンっす。全然ショットガンとかそういう武器に興味なくて全然わかんない。ダメですよ、お前も言いましたけど、立派な軍オタになれませんよ。全然私この CD とかやってるけど、本当に武器とか全然わかんないからね。全くわかんないでやってる。罠だけはわかるけど、多分それが正解です。武器とか銃とか普通そうです。全然わかんない。味方はあと一人。ナイス。今ディフューザーおったよ。確か
ガジェット仕掛けてある。残り15秒。左の壁インパクト EMP です。敵部隊が爆弾付近にディフューザーを設置。ナイス。向こうかしろ。びっくりした、これ飛ぶないかい。飛ばなかった。おお、大丈夫でしたね。すごいクレーマーだけ怖かったけど、これはいいですね。ナイスです。よくあそこから、あの絶望的な状況からよく多分なんか時間すぐ来なかったか、敵がちょっと慎重に行ったのかな慎重に行ったの正解ですね。向こうは失敗でしたけどっていうか、開通あそこいつも補強するのに補強忘れたのがなんかそうでしょ、あれはわざとそのために開けてあるんですよでも本当はあそこ開けてさ、そっちから入っていったらもう絶望的だったんだけどね戦術的なあれでしたね、きっと。あのこう失敗だったんですね。嘘、今エースやったんじゃないの。あ、びっくりした。いいよ、帰って。あーよかった。びっくりした、捨ててたからさ。あーよかった味方がディフューザーを破壊した。ミッション成功だ。ドローンの展開ですけど、苦手な攻撃です。攻撃今防衛で3つ取ったんだよね。やっぱ罠が強いって話です。そういうことですね攻撃苦手だよな。どうしよう。大丈夫ですか。そのライオンのフラグは怖いですよ。使う人間が使ったら味方を吹き飛ばしますからね。割りますよ。ナイス。やれるじゃないですか、攻撃も効いてますね効いてますね見事に効いてますね。効いてますね。あ、やっぱ敵のさ、さっきキルしてた人13キルしてるわああ。やっぱあの人は誰ですか、フラグで吹っ飛ばした人ほら、怒ってるよはははははですね。どっから行くかな。あれ行く。来る、減らしとかないと。S 一人で動いてるから。ありがとう、開けてくれて。バルキリーが3番ピン。ナイス。マガジンを変える。デバイスの準備を置け。1対1へ。タッ
覚悟しなさい。クラッシュが3番目。落ち着きなさい。おい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 、頼むぜ。クラッシュ抑えてるよ、クラッシュ。ディフューザーを取り戻した。消えなさい。敵オペレーターはクラッシュ抑えられる？クラッシュしかいない。お願いします。設置して設置して。あーっと、ボム缶は大丈夫、閉まってる。あ、いかん、沈んだ。インパクトで吹き飛ばされた。行っちゃったな。行かなくていいですよ、行かなくて。多分多分ね。ドーンってあるんだったら、引いといたらある。あ、ナイスナイス。本当に騙されなかったよ、私は。ナイス、さすがですね。あ、中フィーもさ、立ててくれた人、ありがとうって感じで。素晴らしい。やったー。いやー、よかったー。キャリーって嬉しいわ。キャリーってごめん、すごい偉そうだった。危ねー。よくあの絶望的な状況から。でも、設置までなんか頑張ってくれたから、ちょっと頑張った。これは、相手ぶち切れるパターンですね。よかった、あの相手一人強いって言ったもんね。いやー、あ、14キルだよ、あっちの人。やばいよな、あれ。14キルもして負けたらちょっとやだよね。14キルした人を俺フラグで吹っ飛ばしたんだ。すごい強い人、一番強い人吹っ飛ばした。あ、絶対ダメなやつですね。いやー、なんかよかったかって。でも設置まで一人だったら設置絶対できなかったから。いやー、でもあのね、あんだけね、こう、うん、クラッシュ引いてくれたらね、うん、時間稼ぎにはなったね。立てたい立てだった。不毛な、なんつう不毛な争いっていう感じだけど。いや、その不毛な争い中に私は一人で設置できたから。めっちゃ、そうそう、ちゃんとガジェットも設置してたしね。保険かけてたね。そうそう、時間稼ぎすごい、なんかクラッシュ残っちゃったら人ワンワンだともう勝てないから。うん、ナイスです。いやー、お疲れ様です。残ってくれたからよかった。ゴキブリのような生命力とトカゲの尻尾のような再生力、さらにアメーバのような増殖力で。まさか立てたい立てんじゃん。泥沼、もう全くこれあれですよね。ライブ配信してたら最低って言われて終わるやつですね。でもこっちはね、2人だからもう超有利だったんですよ。そうね、よかったっすわ。まあ、あの14キルの人、多分今日ね、あの悔しくて眠れないと思うんですよ。味方には吹っ飛ばされ、14キルして勝てず。確かに14キルして負けるって、まあ、誠に申し訳ない。なんかで動画作ったら謝りたいぐらいですけど、ね、本当に謝ったけど、その人のさ、名前は隠したとしてもスコアをそこ残して、この人、私前の試合でこうしましたって。そう、誠に申し訳ございませんでしたっていうことなんですけどね。本当にそう、詫び動画作るしかないですね、その14キルの人に。うん。ありがとうございました。12時半だ。分かっててなんかよかった、はいはい、また週末できたら、はい、行きます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。